金徳院は、インドネシア・ジャカルタの中華街、グロドックにあるクレンテン。1650年に完成したジャカルタ最古の中国人。1932年の金徳院1650年、ルイテナント・デアチネゼンの寄保園が、金徳院を混流し、観音菩薩が祀られていることから、観音帝と命名された。観音という名称は、クレンテンの語源になり、クレンテンは、 後に、インド諸国において、中国の宗教施設全般を指す、一般的な用語になった。1740年の過境虐殺事件で、金徳院は全焼した。事件の後、オランダ領東インド総督のグスタフ・ウィレム・ファン・イムホフは、各民族集団を管理し、それぞれのコミュニティの社会的、宗教的問題を調整するための反日組織を、設立した。 中国人の民族集団は、この組織を、根ア案と呼んだ。1755年、根ア案は、カピテーン・デア・チネゼン・のウィート・ GLO の指揮の下で、金特院を再建し、維持管理を担当した。修復された寺は、金特院と命名された。根ア案は、バタビアにある他の古い中国人も管理しており、その中には、アンチョールにある中国人、 クアン・イン・トンとヒアン・ティアン・シャンテもあった。オランダによるインドネシアの植民地支配が終わると、根校案も解散した。インドネシアの中国寺院の管理は、デワン・ワイラ・インドネシアと呼ばれる組織が行うようになった。それぞれの中国寺院には、ヘッド・センサー、または、ルーズーと呼ばれる役職が女子と共に配置され、彼らは寺院での募金活動と宗教儀式についても、 責任を負っている。ルーズは普通、コミュニティの影響力のある実業家や企業家から選出される。1965年に名前がインドネシア式に変更された後、インドネシアからあらゆる外国語の発音を持つ名前を排除するための国家的取り組みの一環として、デュは金特院に代わる名称としてビハラダーマバクティを提案した。 2015年3月2日の午前3時半頃、金徳院の本堂で火災が発生した。火元は、ろうそくの近くに吊るされた防水シートであり、これに火がついて、本堂全体に火が回った。被害には装飾された、天井枠と約40の歴史的彫像が、含まれていた。本堂にあった仏像のほとんどは消失したが、観音菩薩像は、無事に残っており、事務室に移された。 2016年1月18日から再建が開始され、再建費用には参拝者の寄付金を当てた。火災以前の主な祭壇の様子金特院は、ジャカルタの中国に関連する祭りの中心である。この寺院で開催される著名な祝典には、金特院の中庭で開催される、ハングリーゴーストフェスティバル、現象説がある。植民地時代の間、 毎年のウェイサーカ祭りでは、バタビアのクロンチョン音楽の演奏を伴う、プラナ管理曲の講演が行われ、伝統的な遊戯で活気ついた。参拝時間は午前6時から午後9時。毎週日曜日は100人、以上、2月のイムレックの時期は5000から7000人の参拝客が訪れる。ありがとうございます。